did not. で今度はうちの牡蠣が強いのくれば押されて全部固まっちゃうんですよ。ただし真ん中しか行き来しませんから。随分火だな。ここまで火なんて見たことね。そうないっす。来るな。見とくよ、津波っちゅうもの。いいもんではねえけどさ。温泉も入るんですか。いいもんではねえけど、俺らはチリ津波のこういう状況をさ、ずっと聞いて育ったんだよ。上がり始めた。来た。はい。あ、ちょっとあそこ巻いてるだけかな。巻いてるだけです。まだ引いてます。津波だ。あの白波立ってますよね。うん。来た。白波です。第一波。入ってきてます。第一波来ました。小島先生入ってきました。笹風さんも行ってた。笹風、こちら海保基地気仙沼どうぞ。はい、現在庁舎から大島瀬戸上段灯台前第一波観測どうぞ。気仙沼です。津波の第一波、大島瀬戸付近船舶避難状況とあれば、はい、JCS にて確認されたい。高さ約ですが1メートル以上ですね。はいはい、大丈夫ですと思います。今また揺れてます。はいはい、ディスタさん大丈夫。もうここも上がってきました。全速で出ねえぞ出れねえぞ。ああ、一人流されてるな。一人、あの船だな。船が行く船。どれそれそれ、人は乗ってないです。あ、乗ってない。はい、全部流れましたね。ああ、船出てきたじゃん。全速で出ないと出れないです。絡むぞ。これは上段灯台付近大島瀬戸の画像である。山ちゃん、これ撮ってる。気仙沼です。すげえ。津波襲来中、大島瀬戸付近で2メーター以上。大島瀬戸、はい、漂流船舶入ってきてます。航空機を起こしてくれって。漂流船舶3隻、はい、人が乗っている。今漂流船舶3隻人が乗っている。はい、人が乗ってます。わかりません。はい、
そうです。航空機の派遣お願いします。はい。はい。佐々川でこちら海保基地気仙沼。現在、上段灯台前、高さ約2メートルほどの津波、漂流船舶3隻、人が乗っている模様。外洋から入港する船を見た場合、絶対に入港させるな、どうぞ。はい、佐々川で了解。山、はい、こっち。ここ曲がってきた。はい。ちょっと考えて自転車。ああ、これだ。ここから先が問題ですけど。ここから先は諦めるさ。うん。ほら、車が流れてるぞ。来た。気仙沼。はい。はい。現在、石巻港内、津波襲来中。多数の車両が岸壁から流れ出す模様。はい。変わったって津波が大きいです。ちょっとこちらでは確認できません。現在もう石巻の気仙沼の構内は水浸しです。多数の車両が流れ出しております。はい、はい、はい。はい。水を守った。フェリー流れ出したな。みんな流れちゃった。あの船行くわ。ポンチ行っちゃった。
早いこと。Kesennuma市からお知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。東地方でもかなり高い津波が観測されております。沿岸部の人は直ちに歩いて高台などへ避難してください。Kesennuma市からお知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。東地方でもかなり高い津波が観測されております。沿岸部の人は
歩いて直ちに高台などへ避難してください。気仙沼市からお知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。この地方でもかなり高い津波が観測されております。沿岸部の人は直ちに歩いて高台などへ避難してください。なお余震も発生しております。十分注意してください。
から逃げろよ。火事発生、火事発生。
逃げろ。お前は朝礼やるんじゃないか。はいはいはい、朝礼やる。第2波、第3波を観測中。どんどん波が引いております。なお、消防団に連絡します。ただ今の被害のない地区のラインは、ただいまの時刻、午後4時5分。行ってください。Kesennuma市からお知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が流れております。当地方でもかなり高い波が観測されております。第1波、第2波、第3波とかなり高い波が予想されます。沿岸部の人はすぐに高台へ歩いて避難してください。海岸には近づかないでください。被害のない地区の団員は地域の安否確認を行ってください。壁でこう止まったような感じで、何もね、変な話だって、逆に海岸、そして川からは速やかに離れるようにしてください。再び波が入ってきております。ただいまの時刻午後4時14分
気仙沼市からお知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。東地方でもかなり高い津波が第1波第2波と観測されております。沿岸部の方は直ちに高台へ避難してください。海岸へは近づかないでください。なお消防団に連絡いたします。津波に該当しない消防団員は地区の安否確認を行ってください。気仙沼市からお知らせします。宮城県沿岸に大津波警報が出されております。東地方でもかなり高い津波が観測されております。第1波第2波と高い津波が観測されております。沿岸部の人は高台へ避難してください。海岸には近づかないでください。なお消防団にお知らせいたします。津波被害のない地区の消防団員は安否の確認を行ってください。ただいま津波第3波が入ってきております。ただいまの時刻午後4時27分。はい、今の時刻午後5時43分、岸尾もとい影所、各地で火災が発生している。
現在揚げ潮、日がどんどん気仙沼港内向け迫っています。どんどん広がっています。今の時刻午後5時48分、揚げ潮、
ただいまの時刻、午後5時54分。気仙沼市からお知らせをいたします。気仙沼湾において、気仙沼報道庁舎、油の流出により、朝日東岸壁、火災が発生しております。付近のドア、開いてください。気仙沼市からお知らせします。気仙沼市内湾において火災が発生しております。付近の皆さんは避難してください。気仙沼市からお知らせします。津波の影響により気仙沼内湾において火災が発生しております。火災付近の皆さんは避難してください。なお、この津波により多数の被害が発生しておりますので、引き続き十分注意してください。時刻午後7時20分。現在揚げ潮。気仙沼港内、気仙沼魚市場前の状況。
ただいまの時刻、午後8時55分。気仙沼合同庁舎、朝日島岸壁付近海上の状況。